僕もずっとチームプレー野球というものを通じてですねチームプレーというのをずっとしてきてですねやはり個人の力ではどうにもならないこともたくさんありますしその小さな力ですけどもたくさんの人が集まることによって大きな力を生むという経験を今までもしてきてますからその一助になれればと思ってますしこういう支援したいと思っている我々スポーツ選手もたくさんいるんですけども。 実際にはどういうような機会でやればいいのかその方法というものを迷っている選手というのもたくさんいますのでその辺りは実は僕も今日も初めてなんでそれは本当に正しいことをしていると思うんでそういう誠意というものは日本外国関係問わずいろんな人の心に伝わるものだと思っていますのでしっかりした体制でちゃんとした活動をしっかりやっとけば僕は伝わるんじゃないかなと思っています。